よいしょ。さあ今回のデコトラやっていきます。今回はまたかなり重いのか、またちょっと勝てなくなるかもね。なんだ次は。前回言ったのがこの奇襲攻撃者なんだよね。素元ひろのもたきを勝負できんたい、結構言われますね。これはお前に来るところがないまではして、そこまで言うんだ、すごいな。これはダメだね、今忙しいんだ。お前気は正気か、あんた強さだけで勝負しな、抜けない顔だね。これだな、勝てるかな。2人以上なんか相手がいてそこから選ぶっていう方向性ではないんですね。はい、ね、随分かっこよくなりましたね、うちの車もね。行きましょうか。本当に遅いな、結構よく考えてみたらこういうタイプの。おお、すげえ、骨飛ばし。すげえ、事故ってんじゃん。早いね、ちょっと追いつけないんだけど。バカな、荷物を重い日はさ諦めて開けた方がいいのかな。レースこういうメニューから破棄した方がいいのかな。多分難しい荷物で運んだ方がさポイントもらえるんじゃないかな。ポイントじゃねえけど、なんか注目度とかなんか伝説度みたいなやつがあるけど、なんかステータスのところに。早いな、到着するのかな、このスピードで。まず勝つ負けるゆえに、早っ。あれ、いなかった。あの人そこ入んじゃない。普通に勝てないじゃん、これ。まずレーダーに映んないよ、赤いやつが。うわ、え、普通に勝てないじゃん、これ。ギリギリだね、ゴールも。やばいな。甘く見てるつもりじゃなかったんですけどね。ポイントもらえないのか。タイムオーバーっていうね、もう積みにすら運べないという状態で。これ2戦目です。3回目、また負けたっていうね。これダメじゃね？俺もそう思います。うん、勝てない。ほんまじゃ頂点立てない気がする。6回負けました。あの後
ほうほうほう。あれ、ちょっと待てよ、何それ、車改造できるの？そういうなんかルートあんのかよ。なんじゃ、今の負け戦闘かよ。どうしてほしいんだろう、車早くしてほしいんだよ。え、あ、そういう改造があるの。え、待って、まあ、ここすごい気なんじゃないかな。ありがとうございます。なんで全域あるパワーアップしてんだよ。高速域っつっただろ。あ、マジでありがてえぜ。はいよ。おいおい、もう行きすぎるんだよこれ。なんだよこれ、やばいな。親分ありがとうございます。マジかよ、そういう、そういうストーリーなの。すごいな。アップグレードしても負け続けます。僕は下手なんですね。ハンドルの設定を変えてみるか。ちょっとついていけない目が、もうやだ。ハンドル簡単にしてやっと勝ったっていうね。もういいです、もうどうでもいい。もう気持ちよかったから、なんだやめよう。ね、褒め言葉ですよね。いや、これは闇かな、皮肉かな、あれかな。俺が簡単なハンドルでクリアしたのとか、アップデートしたことを言ってんのかな。どこいじる。上行くか。いや、もう、いや、いらねえか。色はなんかいらね、ロケットいらね、あれもいらね、電気いらね、左いらね、腕もいらね、ミラー、これ、これですか。ちょうどいいな、これぐらいが。はしご？いらんな、こんなに。あ、いらんな。マフラー、本。は、本はどうだろう。さて、低い音がいい。違うな、低い音がいい。あ、これいいね。あ、これいいね。エコー本ね。あ、ミラコンボイ。あ、じゃあ、エコー本がいい。あ、エコーホンだ。待って、迷う。うるせえな、こっちはいいな。オッケー。こんなもんじゃねえか。あとフロントバンパー、リアバンパー、サイドバンパーあるんだけど、ちょっとお金がないな。何にしよう、もう使ったからやめる。よし、今日はこんなもんです。ありがとうございました。うえ